ボードゥアン7世は、フランドル家最後のフランドル博。フランドル博ロベール2世とクレマンスド・ブルゴーニュの息子である。母方のおじに、ローマ教皇カリストス2世とカスティーリアをイ、ライムンドでボルゴーニャがおり、ライムンドの息子のカスティーリアをアルフォンソ7世をはじめ、サボイア博アメデオ3世やモンフェラート公、クリエルモ5世はいとこにあたる。1111 11年10月5日。 シチロベール2世の死により18歳でフランドル博を継承した。同じ宮廷で育った一回り年上のいとこシャルルが助言者となった。1118年、ボードアン7世はシャルルとマルグリット・ド・クレイルモンの結婚を仲立ちした。1118年9月、ビュール・アンブレーの戦いで、フランス王ルイ6世の側につき、イングランド王ヘンリー1世と戦ったが負傷し、 その傷が元で1119年に死去した。ボードゥアン7世が死の直前に後継者に指名したシャルルがシャルル1世としてフランドル博に即位した。1105年、ボードゥアン7世はブルターニューコーアラニ4世の娘アニエスと結婚した。この時代は12歳、妻はわずか9歳であった。1110年に二人は離婚し、以後ボードゥアン7世は結婚しなかった。 アニエスとの間には、子がなかった。ありがとうございます。